もしもし。ウイス。ウイス。こんばんは、皆さん。あの、記事の先生をやってるマサです。あ、どうもどうもどうも。どうもどうも。まあ、ちょっとまあ、本当に子供の頃にあった怖い話をちょっと語ろうかなっていう感じで。いよいよ。うちのおばあちゃん家が、静岡県の伊豆にあるんですけど、はい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 。家が2軒。あって、片方が別荘として使ってる家だったんですね。うん、で、お盆になると、まあ、なんかまあ、ほんと成金みたいな感じで、バブルで儲けたみたいな感じだったんですよ。はいはいはい、なるほどね。で、まあ、僕、兄弟いないんで、お盆になると、こう、親戚のいとこと集まるっていうのが、まあ、恒例だったんですね。うん、で、まあ、夜になって、うなぎを、まあ、頼もうっていうことで。あで、近くにうなぎ屋さんがあって、うん、で、まあ、うなぎ来るじゃないですか。うん、で、まあ、食べ終わりましたっていうふうになって、うん、まあ、もう10時、11時ぐらいだったなと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとこれ、うなぎ屋さんの前まで、ちょっと返しに行こうっていうふうになったんですよ。うん、で、まあ、その空のうなぎのお重を、あ、まあ、僕といとこ2人で、当時もう小5か小4ぐらいだったんですけど、うん、まあ、本当に近所歩いて、うん、7、8分ぐらいのところにうなぎ屋さんがあって、じゃあ返しに行ってくるねって言って、うん、まあ、僕といとこがそのうなぎ屋さんに向かったわけですね。うん、で、うちのその、静岡県って結構川とかが、まあ、海に注ぐ、まあ、そうだね、河口が多いっていうか、あって、そこに大きい橋がかかってるわけなんですよ。うん、まあ、家のそのうなぎ屋さんに行くまでに。うん、で、まあ、ほとんど田舎なんで、もう誰もそんな時間に歩いてる人はほとんどいないんですよ。うん、で、その橋のところの真ん中ら辺に、こう、女の人が一人立ってるんですね。ああ。もう真っ白い服を着た女の人が、一人で立ってて。コテコテだね。そう、気味が悪いじゃないですか、ほんとに。で、まあ、ちょっと離れて、うん、まあ、返しに行ったんですね。うん、で、それで、まあ、帰ってきて、うん、その橋をもう帰るときに、もう一回渡るときに、うん、まだ立ってるんですよ。ああ、まだいるんだ。真ん中あたり？いや、ま、そうそうですね。で、まだいるねっていう話をして、うん、まあ、僕といとこが通り過ぎて、うん、あ、なんともなかったなと思ったら、うん、後ろでものすごいこう、タタタタタタタって音がするわけですよ。マジ？ああ、で、うわ、なんだなんだってなるじゃないですか。あ、振り向いたら、その女の人が全力疾走で、マジに追いかけて、マジで、マジっすか、マジで、本当にめちゃめちゃ怖い、怖、うん、で、何何ってなるじゃないですか。僕といとこはもう全力で逃げたわけですよ。もう、あ、まあ、それはそうだよね。やばいやばい。でもさすがに、まあ、その小四とかなんで、大人の女の人がさすがに早いんですよ。ああ、はい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 。で、まあ、僕はちょっとその走ってる時に振り返ったんですね。うん、で、まだ距離があったんですけど。うん、まあ、顔がちょっと見えたわけですよ。うん、で、その顔が、うん、真っ白で何もなかったんですよ。マジで？しかも、ものすごく怖かったのが、沸騰してる感じだったんですよね。沸騰してる？こう、沸騰すると泡がボコボコ立つんですよ。あ、はい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 。あの感じで、顔がすごい泡立ってたんですよ。マジで？めちゃくちゃ気味が悪くて。怖っ。で、まあ、家に、なんとかその、女の人が、まあ、そこまで結構距離離れてたんで、家に着いて扉を閉めて、で、そ、怖すぎて僕、うん、そのおばあちゃんとかお母さんとかお父さんに話せなかったんですよ、僕のとこ、うん、ショックすぎて、ね、で、そう、ショックすぎて、次の日に、おばあちゃんに話したんですよね。その真っ白い服を着た女の人に追いかけられたっていう話をしたら、うん、その半年前ぐらいに、うん、そこで一家の無理心中があったって話を。ええー。もしかすると、その例だったかもしれない。すげえな。ってめちゃくちゃ怖かったんですよ。それめちゃくちゃ怖えな。これ以来ちょっともう僕は、うん、まあ例を見ることは結局なくなったんですけど、うん、まあ、子供の頃の体験で強烈にこれは。それは怖いな。それはめちゃくちゃ怖いな。まあ、なんでその顔がのっぺらぼうだったのかとかはちょっとよくわからなかったんですけど、うん、まあ、本当に怖かったですね、それは。どっちも逃げ切れって、どんぐらい早かったの？かなりガチなの？
もう結構ガチで走ってますよ。え、どういう感じで走るの？こう走るの？まあ、髪を振り乱してこう、まあ、ウサインボルトみたいな感じじゃないですけど、まあ普通に大人の人が全力で走ってるなみたいな。ああ、そういう感じなんだ。そうですね、まあ、あれは本当に怖かったですね。怖いな。それ、いや、いい話だね。いや、すいません、ありがとうございました。いやいや、ありがとう。いい話だった。お疲れ様でした。ありがとう。失礼します。いや、いい話だな。お邪魔します。スイスイス。いつもナルオ配信でよく彼女と喧嘩してる。レイボがういついついつい。ですね、うん、僕散々あのコメント欄で、うん、あの町田勢を匂わしてるんですけど、あ、はい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 、はい、まあ、思いっきり北海道なんですよね実は。へえ、うん、僕北海道の旭川市っていう場所に住んでるんですけど、うん、旭川市に、うん、あの山本家っていう場所があるんですよ。山本家。そうです、山本家っていうのは本当にそのまま山本さんのお家って書いて山本家なんですけど、でこれがどういう場所かっていうと、うん、旭川って、うん、あのヤクザがかなり強くて、うん、山本家っていう建物自体がヤクザの所有物なんですけど、うん、そこでまあそのヤクザの関係か分かんないんですけど一家心中があったっていう場所なんですね、うんうん。でですね、その旭川にあのもう今亡くなっちゃったんですけど、うん、義母愛子さんっていう、ああ懐かしいね、いたね、新郎新霊のね、そうですそうです、はいはいはい、はい、の方ですね。その方が旭川に来た時に、うん、山本家だけは行くな、うん、そこだけは、うん、なんか番組のロケで回る予定だったんですけど、うん、そこだけは行けないっていう風に言った場所なんですよね。あ、危ないから。そうですそうです。へえ、うん、でその山本家っていうのが有名になったのが、うん、その僕が中学生ぐらいの頃で、うん、で、あの僕ナルキュンの1個下なんですけど、あ、30ね、30です、うん、で、その時に僕が中学生の時にみんなで、うん、あの山本家に行ってみようっていう話になったんですね。あ、うん、まあ若い時あるあるだよね。そうですね、若い時あるあるで、うんうん、で、今だったらみんなあの家庭に絶対パソコンとかがあると思うんですけど、うん、多分ナルキュの世代だったら分かると思うんですけど、そうだね、そうじゃないよね。あの時の世代って ある家庭とない家庭分かれてたじゃないですか。そうだね、むしろ珍しかったよね、パソコンあるんだって感じだったよね。そうそう、そうなんですよね。あ、そうだね、っていう関係があって、うん、山本家っていう場所を探すのがすごい難しかったんですよね。あ、はい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 、はい、とにかく情報がなかったですよ、うん、パソコンで調べてもパソコン自体がないし、うん、まあ、その時はちょっとマイナーな場所だったんで、うん、でそれでまあ、いろいろ調べて、うん、どうやらここだろうっていう場所までは絞れたんですね。はい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 。でそこを印刷して、うん、なんかその山本家の特徴が、うん、とにかく門があるんですけど、うん、門が赤いんですね。あ、珍しいね。そうなんですよね。で門が赤くてお札がいっぱい貼ってあるっていう触れ込みだったんですよ。マジ？そうなんです、そうなんです。お札ってあのあれだよね、そのなんか神社とかにあるようなやつってことだよね。そうですね。まあ多分なんかその住んでる霊を収めるものなった。はい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 、あるね、なんかね。そういう触れ込みがあって、うん、で当時自転車なんで、うん、昼の12時ぐらいに向かったんですけど、うん、とにかく遠くて、うん、遠いし場所もわからないっていうのがあって、うん、おそらく19時ぐらいに着いたんですね、それらしき場所に、うん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 、でその一応住宅街なんですけど、その山本家っていう家がある場所なんで、うん、住宅街なんですけど、うん、とにかく真っ暗なんですね、うん、19時だったらまだその他の家とかの電気がついてもおかしくないんですけど、そうだね、そうだね。でその山本家について、うん、まあ、どうやらここが山本家だろうという赤い門があって、うん、でそこを乗り越えて入ってったんですね、うん、何人かと入ってって、うん、でちょっと散策していくうちに、うん、あの警報が鳴っちゃったんですよ。あ、まだ警報とか鳴るんだ。そうなんですよね。で警報が鳴っちゃって、うん、でアルソックの警報が鳴っちゃったんですよね。あ、うん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 、でなんでアルソックだって分かったかっていうと、うん、ま、他の
旭川には中国人墓地っていう有名なとこがあるんですけど、はいはいはい、そこに行った時に鳴らしちゃったんで、うん、あ、これはアルソックなんだなって思ったんですよ、ね、はいはいはい、警報の音が一緒だったんだ。そうですそうです、はい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 、はい、でバーッとみんなで、あ、やばい急ごう出ようと思って出て、うん、赤い門の前まで行ったら、うん、おじさんが一人立ってたんですよね。うん、おじさんが一人立ってて、まあ、なんで立ってたかっていうと、うん、いや、まあ普通に怒られたんですよ。あ、勝手入んなと。そうそうそう、うん、勝手に入んなよって、なんか、うん、ここでなんか最近心霊スポットだって有名だから、うん、お前らみたいなやつが来るんだよって言って、そういうやつらが来るから注意してるんだっていうふうに、多分隣のおじさんなんですけど、うん、っていう人が来たんですね。うん、で怒られて、あ、そうなんですね、すいませんっていうふうに話してたら、うん、そのおじさんと話がなかなか噛み合わないんですよね。でそのおじさんにちょっと聞いてみようかなと思って聞いてみたら、うん、そのおじさんは、警報が鳴って出てきたんですよねって聞いたら、うん、いや違うんだっつって、うん、その山本家は今その警報が壊れてるから、うん、たまに俺が家の前に来てその見張りに来てるって言うんですよね。じゃあそうなんですか、じゃあ俺ら聞いた警報何だったんだろうっていう風になったんですけど、まあそうだね。でおじさんと話してて、うん、じゃあ俺は先に帰るからっておじさんは帰ってったんですよね。うん、でその隣の、うん、まあ、さっき言った通りもう真っ暗なんですよ、そのおじさんが住んでる家も。うん、でおじさんが真っ暗な家に帰ってって、うん、あ、じゃあ俺たちも帰ろうかなって言っておじさんのちょっと後ろを歩くように帰ってって、うん、でおじさんが入った家を見て、うん、あ、2階も真っ暗だし、うん、家、あ、1階も真っ暗だなと思って、で入り口を見たら、うん、そこに赤い門があってそこに山本家って書いてある。マジで？マジ？マジ？めっちゃ怖くね？マジです。マジで？マジです。これめっちゃびっくりしました。マジで？マジです、マジです。そっちのおじいちゃんの方がやばいやつだったんだ。そうなんですよね。そっちが山本家だったんですよね。あ、マジで？あ、間違えてたんだ。間違えてたんですよね。怖っ。うわ、それは怖いな。これね、あの山本家自体は、うん、あの調べたら画像とかもいっぱい出てくるんで、うん、よかったら見てみたらいいと思います。あ、そうや、ちょっと見てみるわ。ありがとう。いや、すいません、長々と。いやいや、めちゃくちゃいい話だったわ。ありがとう。すみません、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。はい、失礼します。いいっす。めちゃくちゃ怖かったな、今の。マジかよ。すげえな。いや、今のは怖いわ。いや、オチも完璧だったね。めちゃくちゃ話うまかったわ。